さあ決勝進出をかけて松岡力と安保ルキアの戦いが始まります。土田さん、まあ、ノイリ選手が決勝進んでますからね。そうですね。だから、まあ、なるべくダメージなくね、うん、まあ、どちらが上がるのか分からないですけど、はい、あとやっぱね、1回戦見たかったですね、2人は。見てないですね。今言われても安保選手と松岡選手がどうやって勝ち上がってきたのか見たかったです。今言われても正人さん、はい、これ松岡でも良かったですよね。いや、松岡も実力ありますよ、もちろん安保も絶好調ですし、うん、ちょっと楽しみな一戦ですよね、これは。今ちょっと松岡の表情が食ってやるぞっていう感じしますね。さあ第1ラウンド始まります。これ安保も慎重ですね。右のローキック空を切ります。近い間合いです。赤いグローブが安保ルキアです。今回うわーっと一つ前の手刺してきました。2段の飛び左の2段蹴りです。まあ、1回戦も見せました得意の攻撃です。安保は本当爆発力ありますからね、うん、右のロー空を切ります。安保選手は階級上げて良かったですよね。階級上げて強くなりましたね。やっぱり65キロじゃ減量きつかったですね。そうそうね、この体ですもんね。身長も180センチあるんで。右足前のサウスポーの構え、赤いグローブの安保です。青いグローブが松岡力。松岡こうリング中央を取っています。リードジャブ取りながら前を牽制する安保。右のミドルハイキック届きません。さあニューヨークの屋敷さん、どう感じてますか。はい、いや、 やっぱ1試合目の松岡選手すっごい良かったんで、ちょっとだけなんですか、こう今期待しちゃってるというかです、ね、何かが起こればいいなという。右のローキックです。それに乗じて前に出てきました安保。今距離の取り合いです ね、 そうですね。前蹴り、お互いどうやって入ろうかなと。ミドルキックカウンターできた。松届きません。右のフック返していった松岡、入れ替わる。嶋佐さん、はい、まあ、松岡の方は普通だ普通だって言ってたけど、ここで食ってやろうと思ってますよね、はい、そうですね。普通の星になってほしいなっていう気持ちもあるんですけど、やっぱ安保選手の圧が右打ち下ろし、テンプルは立ち上がった松岡、効いてますね。松岡効いてますね、ダメージありますよ。さあこの準決勝まではラウンド中2度ダウン決すると負けになります。きた、決めにかかる。左フック、クワクタ右。さあもう倒れられません、松岡力です。ここね、そんな無理やり打ち合わない方がいいような気しますけどね、うん、まだちょっと距離感悪いですからね松岡。ハイキック危ない。ガードしていきます。アンポの方も、まあ、無理はしません。無理しないですね。には畳みかけませんね、うん、さあ残り1本切りました。右のまた打ち下ろしだ。ちょっと右ストレートで感覚掴んでるんで狙っていきますよね。どうですかね、右で左のフック。松岡は近い距離でごちゃごちゃしたらいいですよ。今はバランス崩しただけか、ちょっと滑りましたね、うん、後ろ蹴り。あ、今度オーソドックスに構えていますアンポルキア。そこから先ほども回転見せます。互いのオーソドックスで松岡プレッシャーかけてますね。そうですね、プレッシャーかけてますよ。左フック、いや、オーソドックスの方が松岡やりやすいですね。これ空を切りました。近いぞ松岡、よく見てます。ジュア松岡前詰める。しっかりガードしてます。ハイキックを叩き落とした。パンツ工作、膝が打ち下ろし、左。松岡の集中力すごいですね。すごい。土田さんどうですか。いや面白いですね。いやいいですね。第2ラウンドも楽しみですね。これ松岡乗り返しましたよね。乗り返しましたね、うん、まあ、次のラウンドちょっと楽しみですね、もうなんか緊張感でヒリヒリしますよね。ちょっと安木さん、この日本人同士の対決ってやっぱ、いや、そうっすね、すごい緊張感ありますね。その一発当たったらもう倒れそうな雰囲気があるんで、確かに目離せないですね、本当普通の星っておっしゃってましたけど、そうですね、普通じゃ終わらないですね。いやでもダウン奪われた後も全然こう戦えてたので、はい、普通じゃないですよやっぱり。いやもう松岡の目見たらもう集中してるのがよく分かりますもん、もうずっと見てますからね相手のこと。なんとなくこうひょうひょうとこのトーナメントの前もはぐらかすようなコメント多かったんですが、松岡やっぱりあれじゃないですか、こう下馬評とかを見てこの野郎っていう気持ちは持ってるんじゃないですかね。でしょうね。これも最初のもうリング中央を取ってもう行く気満々です。もうやる気満々ですね。もう空ぶかししてるようにエンジンを。さあ青いグローブが松岡力です。そして優勝候補が赤いグローブのアンポルキア。そしてすでに決勝で待っているのが野入正明です。近いぞ。2ラウンド近くなりましたね。緊張感があります。1ラウンドより距離近いですよ。もう当たる距離ですよ。
マスさん、先ほど一つダウン取ってもアンポがこうちょっと警戒してましたもんね。そうですね。近い、また近くなります。今度はアンポが間合いを詰めるか。うわ、またいいミドルキックだ。うわ、やっぱね、この階級だと今まで65キロだとアンポ大きかったんですけどね、あまり大きさを感じないですよね。体格が変わらないですよね。なるほど。松岡力も177センチあります。なんか逆に細く見えるくらいな。なるほど。いや、すごいな。右のロー、これ中央取ってコーナー、またここ盛り返そうという安保。ここの集中力すごいですよ、2人とも。松岡の目がちょっと尋常じゃないんですよね。ものすごい集中力なんですよ、それが伝わってるんでしょうか、アンポルキアに。だからやっぱ入りにくいですよね。ですよね。だからこう入ったらカウンター狙ってるぞっていうイメージで、あれ。それ土田さん分かりますよね。そうですね、素人でも分かります。本当右おハイキックランドしてます。いや、松岡満々の突き。いや、ランド戦始まった。いや、松岡戦が思い出される。右ミドルが、はい、お互い目いいね。うわ、あの右が当たらなくなってきました。右ってきてますね、見えてきてますね。で、小さいパンチですね、小さいパンチ、うん、大きな右じゃなくて、あとはあの蹴りも散らしていった方がいいですよね。そうですね。いや、すごいな。ちょっと嶋佐さん、不気味なぐらいに松岡の方が感じますね。そうっすね、全然引いてないですね。引いてない、返してきますよね。これ手が出ません、アンプの方も踏み込んで、あえて背中見せます。また整体する。インドを軽く放ちます。マサオさん、あのランダ戦になるとちょっとわからないですよね。わからないですね。先に当てた方が。うん。ユーチョロス。膝だ。離り際。土田さん、このアンポの戦いは 山崎戦もあった。ああ、ランダ戦になるとわからないですもんね。まあ、そうですね。今馬先入りましたが。近いんですが、これかなり警戒してこうピーカブーのガードを顎のあたりに置いています。アンポ今度、はい、ちょっと上高くガード構えてます。また変わった。下か、下からミドルだ、うん、今度は左のミドルです。ずっと松岡君がプレッシャーかけてますもんね。あの消耗しますよ、アンポ。ハイキック、そう、先ほど1回戦は30秒で終わらせています。アンポ第2ラウンドに入っています。残り10秒きた。サイドキック、プレッシャーかけられてますもんね。後ろ下がらされますからね。これが 2.5 キロ重い階級なんでしょうか。うおっと、第2ラウンド終了です。いや、面白い。やっぱ試合の主導権は松岡さんが握ってる感じですもんね。なんかちょっとプレッシャーかけられてますよ ね。なんか思った感じに試合進めてられてるのかなって、どちらかというとって感じは。よく柴田さん、はい、これもう松岡選手座らずにずっと立ったままですよ。本当ですね。なんで座らないんだろう。アドレナリン出まくってますよね。いや、もうアドレナリンですか、はい、単純にもう行きたい、もう戦いたくてしょうがないというか。絶対に座るような俺らやつ。屋敷さん、ここのトーナメントにかけてたんですね、松岡。いや、そうですね、集中力がこっちまで伝わってくるんで。確かに気づいたら俺一回も口閉じてなかったんですよ、さっきのラウンド。そうですか。ずっとね、これ土田さん、まあ圧倒的に安保の入りだろうって言われてたんですが、まあ、そうですね、世間的にもそうでしょうし、はい、K-1 サイドもまあそうなるんじゃないかと思ってたんでしょうけど、やっぱそこはやっぱ松岡ね、プライドがやっぱすごいな。そんなわけにはやらせねえぞっていうのはね、松尾さんも言ってましたけど、はい、これがトーナメント。さあ、最終ラウンドまで来ました。アンポルキ赤いグローブです。そして松岡力青いグローブ。ここも最初中央を取ってます。うわ、また間合いの取り合いだ。プレッシャーかけ合い、近い、近くなる。じわじわ、もう出固まってます。相手のグローブの一つの動きで反応します。ローキックでした、松岡。左ミドルキック、踏み替えながらのアンポ。前蹴り、後ろ蹴り、入れ替わります。松岡追っていく、左ミドルキック。まあ、でも松岡一段のダウン取られてますからね。そうですよね、やっぱ攻めていかなきゃいけないですよね。確かに絶対8ですからね。そうですね。まあ、でも本当ここもまた松岡目をカッと見開いてプレッシャーかけてきます。膝が、リローキックでも全く下がってくれません。意に介さず呼び込みながらか、松岡動く、近い、じわじわ出てきました。もう前の足が触ってしまいそうなほどです。
うわー、ミドルキックだ。もう一丁、あ、出た、アンポ。でも自分からいいからボディーストロジャブでした。ボディーのよく、はい、大振りの右、また中央入れ替わった。でもまたじわじわ前に出る。あっ、手を耐えたな、手を耐えた。しかしここでまたアンポが前に出ると、松岡にとってもチャンスが出てきます。左、うわー、よく耐えてんな。うわー、ここでフック、左を取った。ジャストミートはしていないか。マサトさん、どうですか。いや本当、あのパンチ、いいパンチ入りましたけど ね。でも2倍としては、やっぱポイントとしてはいいですよね。そうですね、おー、効いた、効いた、やっぱさっきのパンチのダメージありますよね。ありますね。さあ松岡、ここまでか。ガサできた。松岡スピード落ちたんで、打ち合い行くとアンポチャンスですよ。さあ、これなっている。残りが45秒になる。もう倒れられません。松岡が奇跡的な逆転で KO する、決勝に出るとすれば KO 勝ちしかない。左ストレート、食らいつきます。松岡ダメージ残ってますよね。中央取り返す。残りが25秒。今松岡必死です。ボディ、苦しんだアンポルキア、でも倒した、決勝進出。さあ、これでアンポルキア対ノイリマサキの決勝戦となりました。津田さん、すごい準決勝でした。いや、面白かったですね。松岡選手強かったですね。そうですね、はい、屋敷さん、松岡いたからこそですね。いや、そうですね、一発すごいのもらった後倒れなかったですからね。腹も効いてるんですね。立ち上がれません。いや、しんどかったやろうな。いや、松本さん、はい、どうですか。いや、すごい緊迫した試合でしたね。結構この準決勝、アンポは疲れましたよね。疲れましたよね。それに対してノイリはもう全くダメージないですからね。これでも土田さん、この松岡を背負ってアンポが行くわけですからね、決勝に。そうですね、まあでも、まあもうやるしかないんで。そうですね、アンポ選手もね、ある意味待ってましたでもありますね。そうですね。さあ、柴さん、かなり疲弊しましたね、でもアンポは。そうですね、でもこれ、そうか、ダメージ、どっかがダメージ受けてるみたいな、そんなに怪我的なものはなさそうですけどもね。さあ、しかし決勝進出を決めたのはやはりアンポルキアです。ノイリマサキとの決勝戦です。